こんにちは。今日は私のヴィンテージオーディオシステムを紹介していきたいと思います。まずターンテーブル。ガラード301。イギリスの放送局で使用されていたターンテーブルです。結構耐久性があって、まあ長く使えるということなんで、格好もいいですしね。それで気に入って使ってます。続きまして、カードリッジ。カードリッジ、トーンアーム、2セットあるんですけれども、奥の方がステレオシステム。オルトフォン SPU-G。トランスないタイプです。これは1960年代初期の、シリアルの30万台のものになります。スパーンとこうダイレクトになる A シェルに比べて、G シェルの場合は、まあ、シェルなりも相まってかこう余韻の美しさがあるカードリッジになっています。トーンアームは、これ初期の RMG212 になります。ちょっと後ろのウェイトの部分が下がっちゃってるんですが、まあ今のところ問題なく使えております。次はモノラルの方です。このカードリッジはフォノフィルム時代の A25、エッグシェル、HMV の A タイプのものになります。まあ、レンジは狭いんですが、まあ、ゴリッとした迫力のある音が楽しめます。トーンアームは RF297。80年代に復刻されたものになります。それで次にカードリッジがピックアップした音がこの MC トランスに来るわけなんですけども、ステレオの方が JS ナンバー41番。これ前期型になります。後期の復刻のものも使ったんですけども、こう比べた感じ。やっぱこっちの方がちょっと音が滑らかでしたね。躍動感も上だと思います。で、モノラルの方で使用しているのが、こちらも JS のナンバー251番です。ちょっと甘めな音で結構好みです。続きましてプリアンプ部なんですが、これはマッキントッシュ C29 ステレオアンプリファイヤーになります。まあ、C28 とかの方がまあモダンジャズ聞く分には相性いいんでしょうけども、まあ、現代的なジャズから、まあ、古いジャズまで、まあ、総合的に楽しむにはこちらの方に分があるかなと思いチョイスして使っています。で、このアンプは電源ケーブルが細いものですから、こう交換式のものにモディファイしてもらっています。まあ、使用しているケーブルは親指のケーブルなんですが、問題ないと思います。プリアンプの隣に置いてるのは、これはタスカムのデジタルレコーダーなんですが、レコードをアーカイブするときに使っています。アームから MC トランスにつなぐケーブルや、まあ、MC トランスからアンプに入るケーブルはすべてノイマンで統一しています。プリアンプから出力された信号はこのオーグラインのターミネーターが入ってるこの箱に一度入りまして、ノイズを除去された後に、またノイマンのケーブルでパワーアンプに行きます。オーディオ機器の電源は壁コンセントからまずこの野口トランス。これに入ってコンディショニングされたものを、まあ、パワーアンプ側と、あ、こっちはパワーアンプ。パワーアンプ側とプリアンプ側に送って使用しています。照明器具のこうオンオフノイズ、スイッチングノイズみたいなものは、これを使用することによってなくなりました。大変重宝しています。こちらがパワーアンプのダイナコマーク3、真空管はゴールドライオンの KT88 に
交換済みです。もともとついてた真空管何だったかちょっと不明なんですけれども、響きの良さ、あと艶やかさが良くなったと思います。これですね。ただこれトランスがちょっとうなってるんですけども、今こううなり止めで精神シールですかね、貼ったりしてるんですけども、あまり効果はありませんね。まあそのうなりは我慢してます。あとここちょっと熱これ持つんで、パソコンの放熱フィンみたいなものをこう取り付けて少し熱を取り除くような工夫をしています。スピーカーケーブルはウエスタンの1950年代ぐらいのかな、黒いエナメルの皮膜のついたものを使用しています。こちらがメインスピーカー、エレクトロボイスセントリー 4B になります。もともとディスコとかそういう割と大規模な箱で、まあ、遠くに飛ばすスピーカーとして使われていたようですが、まあ、音聞いて、まあ、好みだったんでオーディオ用に使用しています。このスピーカーの特徴はオールホーンなんですが、まあここの広域部もこの中域部、このウーハーボックスもホーンになっています。割とこうズドンとこう前に出てくるサウンドを響かしてくれます。スピーカーボックスには吸音材も貼ってありまして、低材波を防いでおります。あとは追加でスーパーツイーターを乗っけています。このフォステックスのスーパーツイーターを使用するようになってから、だいぶ繊細な表現も得意になりましたので、合わせてスーパーウーハーも追加しました。それはこちらです。これもフォステックスのスーパーウーハーになるんですけれども、まあ、綺麗なピラミッドバランスを作ることができるようになりました。このスピーカーはもともとボックスを縦にして使うものなんですけれども、そうするとあまりちょっと高くなってしまいまして、で視聴位置がソファーなんですよ、こんぐらいの。ですからあまり高いとボーカルの首が長くなっちゃうといいますか、だいぶこの天井近くの方から聞こえてくるんですよね、ボーカルが。それで横にして使用しております。このスピーカーボックスの足なんですが、もともと床に直置きで使ってたんですけども、若干浮かして、これ木は何だったかな、ヒバの12センチ角の角材を材木屋さんに切ってもらって、でさらに下にシナーピトンでいくらか隙間を作って浮かしてあります。これで低音の感じも良くなりましたし、バランス取りやすくなりました。低音が出るようになったのかな、前より。サブウーハーの足も同様、シナーピトンとあとタモ材、手すり用のタモ材を使って少し浮かしてあります。以上が私のヴィンテージシステムの、まあ、大体の全貌です。皆さんもぜひいろいろ工夫しながら自分の理想の音を追求する楽しみをエンジョイしてください。それではまたよろしくお願いします。